シーバス、船体後部がオープンデッキ構造になっている。株式会社ポートサービスとは横浜港にて船舶を運航する海運会社である。山下公園を拠点に横浜港内で水上バスのシーバスやクルーズ船を運航している。東急カードと提携しており、東急ポイントのサービスが利用できる。1953年7月、藤木企業の交通船。 つなぎり線事業を分社化して設立された。当初の社名は株式会社ジャパンポートサービスであったが、1957年に株式会社ポートサービスに称号変更した。桜のシーズンになると、大桟橋発着で大岡川の桜並木を見物する横浜大岡川桜満開クルーズが運行される。昼の便のほか、夜桜を楽しむ夜の便もある。なお、 大岡川は川幅が狭く、シーバスなどの水上バスは入れないため、普段は船員の移動に使っているミニボートで運行される。1989年の横浜博覧開会期中は、会場内の海のゲート付近に設置されていた浮山橋にも観光船赤い靴、号、シーバスマリーンシャトルが寄港していた。横浜港や川崎港で、 交通船やつなぎり船業務を行うマリーンルージュマリーンシャトルありがとうございます。